どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。ですね、皆さん覚えておられるでしょうか。ちょっとだいぶ間が空いちゃったなって感じで、ちょっとね、申し訳ないと思うんですけど、ちょっと前にですね、ガズレレのこの G ラボとガズレレで作ってこのウクレレ、わがままウクレレとかガズモデルとかを作ってるベトナムの工場潜入ツアーってやってたんですよ。覚えてますかね。ちょっと間空いちゃったんですけど、過去に、その1、その2という、工場のね、見学ツアーの動画を YouTube 上にガズレレ YouTube でシェアしてたんですけど、今回とうとうですね、その完結編の第3弾が公開、今これから始まりますよ。皆さんお待たせしました。かなり結構問い合わせをいただいてたんですけど、ちょっとで、ね、いろんな軽トラのイベントがあったり、僕が入院したりとか、かなりバタバタしてて、ちょっとね、最後のね、肝心要の最後の仕上げの最後の一本がですね、やっと到着しておりますので、今日これから公開したいと思います。ちょっと初めて見たよという方とか、もう忘れちゃったな、1と2という方いるかもしれません。これね、再生リストにまとめてますんで、ここにリンク貼っとくんで、ここの再生リスト、ぜひ見に行ってください。概要欄にもね、再生リストのリンク貼っておきます。これはね、見ていただいたらわかるけど、このね、ガズレレと G ラボで作られてるね、わがままウクレレシリーズを始めてしたウクレレなんですけど、本当に手がかかって一本一本手作りで作られているのがよくわかる動画になっております。はい。今日はその完結編の第3弾という動画なんですけど、とうとう仕上げとか、塗装とか、そっちの方の最終仕上げになっております。そしてですね、この後ね、その動画を挟むんですけど、一番最後にですね、最新情報もちょっとお話ししたいと思いますので、ぜひ動画の最後までね、見ていただいて、また最後ちょっとした情報をゲットしてください。それでは皆さん、その3の工場見学動画、いってらっしゃい。なるほど。じゃあちょっと仕上げの方のお部屋行きましょうか。はい、行きましょう。仕上げ室、こっから繋がってますけど。お。サウンドホールの穴はどうやって開けてるんですかって。なんかホルソーみたいなやつ。サウンドホールの穴はですね、うん、ボール盤っていう、まあ日本でもよく見かける、機械があるんですけど、それに、まあ、ああいう穴を開ける、まあ、カッターですね。カッター、うん、カッター、そういう刃をつけて、それを回転させて、こう、下ろして切ると。なんかさ、水道屋さんがさ、ステンレスに穴開けるようなホールソーみたいなやつじゃないの？あ、ホールソーみたいな感じです。それの木材バージョンみたいな、まあそんなやつなんだな、きっとね。あ、まあ、刃だけ見せるとこんな感じですけど。ああ、それが回転、あ、いやー、なんか全然イメージ違う。中心を固定しといて、その横の刃で、カッターみたいな刃で回っていくんだ。ああ、そうです。なるほど。これは、ウクレレ一本でもいろんな機械がいるな。はい、で、これを使って、このロゼッタのこの黒いプラスチックが埋め込まれてるんですけど、そこの溝もこれでやります。なるほど、なるほど、なるほど。それは手間かかるな。もう、うんざりするぐらい手間かかるね、やっぱり。あ、金丸さん。結構、はい。はい、最初の川上君の弟子をぜひ紹介してもらって。そうですね。川上さんの弟子。今映っているのが川上さんの弟子のヤンさんです。一番弟子です。一番弟子です。僕も会ったことあるよ、ヤンさんは。僕、あ、ヤンさんには2、3回会ったことあるんじゃないかな。まだずっと続けてくれてて、すごい嬉しいね。そうですね。もう、彼、今では、完全に仕上げのマスターになってますけどね。ナンバーワン。やったー。いいね。へえ。もうさ、絵に描いてるの好青年だもんね。そうですね。本当に、ね。本当にね、めちゃくちゃいい子だよ。もうなんか本当に、すごい。それはね、嬉しくなっちゃうな。ヤンさん。ヤンさん、ちょっと。はい、ヤンさんです。ヤンさん、どうもどうも。こんにちは。みんな見てますよ。今、80人ぐらいの方が見てくださってる。ただ、日本語がもうわからないんで。そうでしょ、そりゃね。伝えられないです。うんうんうん。いやいや、いいですね。あ、今、納豆処理してくれてんだな。そうですね。はい。手作業だね。あ、ここら辺も手作業ですね。一本ずつ全部、こうやって。納豆とかも本当に最初ただの骨という。そうだよね。牛骨ですよね。骨はね。骨はそうだよ。納豆はね。それ削ってたもんな。はい、そうね。今こうやって削ってますけど。お、なるほど。結構本当、手作業なんだね。うわー、本当すごい。完全に手作業ですね。いやー、たまげた。マットの元が、こんな感じですか。はい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 。本当にこういう
ものが、あの、ナットの形に綺麗に調整してもらって、うん、皆さんのウクレレについてますっていう。溝を切ってね、弦が入る溝を切ってね、測ってね。はい。どうしてもあの、ウクレレ一本一本あの、手作業でこう今まで作ってるので、うん、どうしても微妙な個体差が生まれるんですよ。まあそうだよね、そうだね。うん、なので、もうここでは、もう一個一個それに合わせて、うんうん、手作業で作ってます。型に、まあね、その、あの、合わせてね。なるほど。だから、まあ、すごい技術だな、やっぱり。いや、すごいね。やっぱ僕もこうしてしっかり見たことないから、なんかすげえや。感激しちゃう。あ、細かいですよ、かなり作業は。そうだね。弦張るときにはまた測るんです、あ、削るんですかって書いてあるから、最終調整でまた弦張りながら微調整はしていくんでしょ。そうです。あの、弦、あの、この状態で大体の形を仕上げて、弦を張って、最後調整をしてっていう感じですね。うんうん。最後は最後でしっかり調整また入るってことだよね。そうです、そうです、そうです。いやー、これはみんな、これ僕も含めてだけど、今日見てくれてる人みんなもうびっくりしてると思うよ、これ。こんな風にさ、やっぱ、こういうのって出していった方がいいね、やっぱり。なんか、ほら、あの、できてるものしか見てねえからさ、なんかいいな、悪いなって感じだけど、本当になんか、愛おしくなる、こういうのが。こういうのがね、本当。いや、ありがたい。うん。今ちょうどここにあるのが、今、仕上げをしてるものですね。あ、今、寺澤さん、牛骨をね、ルーターで削るとね、匂いする。結構臭いんですよね、あの牛骨の匂いって。臭いですね、削ると。そうなのよ。さすが詳しいですね。そうそうそう。はい。換気とか大丈夫ですかって、気をつけてくださいねっていう話。まあ、マスクはね、もうもちろんして、換気もね、あの、エアコンとか空調入ってるんでね、あの、大丈夫です。そうですね。はい。はい、で、ここが一応、川上さんの仕事場です。おお、社長室じゃない、何、工場長室の、それ。そうですね。基本的に、あの、検品とか、本当に最終の調整なので、うんうんうん、あの、何ですかね、ここも傷がつかないようにちゃんと布貼って、ね。やらないと、うんうんね。いつもなんかオンラインでモジャ君と話すときは、モジャ君そこにいるわけだ。そうですね。だいたい、こっち側に座ってますけど、こうやって座ってます。ああ、そうか、そうか、そうか。あ、そうね。で、右側にいつもウクレレかかってっからね、僕から見たら。そうですね。はい。ちょっと今、これ見せちゃいますけど。あ、これは、いいよ。これはすごいよ、このウクレレたちは。サンプルたちですね。やったー。これ、あの、これから、あの、日本に送られてきて、これを僕とか、まあ、上田社長とか、ちょっとこっちでまたちょっといろいろ精査してね、いいなとか、ダメだなとか、ここがダメだとかって言うわけですよ。そうですね。いやいやいや、いいじゃないですか。ちょっと気になるのがいっぱいあるね、皆さん。これもいずれみんなに紹介していけると思うよ。すごい木目。いいね。わー、もうすごい。あ、これがね、これがまた今度、あの、今計画中のナイスな音だ。これは。はい、これは、この間、ガズクラブミーティングで答えが出てしまった。このウクレレ。覚えてる？これあの日本を誇るトップアーティストのシグネチャーモデルのサンプルですよ、これ。これ。これすごいね。もう一個見して、上。あ、これもいい色だね。これは何？ブラック、シースルーブラックっていうの、グレー。いい色だ。まあ、セピアっぽい色ですけど、うん、これはあの、僕がベトナムに来た最初の頃に作ったサンプルなんですけど。はい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 。僕見たことあるやつだね、それね。はい、そうです。それが、ね、すごい。じゃあ、これの、あの、もう一個あの、作ってるんですよ。サンプル、もう一つサンプルとして作ってて、また近々日本に送ります。ああ、楽しみです。いろんなもの届きます。こっそりとね。はいはいはい。いやいや、ありがとうございます。いいね。なるほど、なるほど。そのさ、左下に映ってる白い透明のやつっていうのは、それデザインのなんか、あれ？あ、これですか？これ型ですね。型か。トップの形の型か。なるほどね。さて、売ってるわけか。そうです。こういうので、あの、何ですかね、木に当てて、線描いて、その形で削るとか。ステンシルじゃないけど、こう、型紙みたいにやってるわけだ。そうです。テンプレートっていうんですかね。なるほど。ブルーのいいですってよ、みんな。ブルー。サウンドホールのいいとか、全部、
ありますね。書いてあります。ブレーシングの位置とか。ガズモデル。ガズモデルこっち。ちっちゃいね、そうやって見ると。なるほど。どうですかね。ああ、でもそうか。うん、ちょっとちっちゃい。やっぱカッタウェイがあるとね、ちっちゃく見える。やっぱカッタウェイだけでも手間だもんな。そのさ、ブルーのやつ、スレレですかって。ん？はい。あ、これ、薄？薄レレが、これ薄レレですね。この薄レレだね、厚さはね。はい。で、これも。これが薄ですね。うん。どっかでまたみんな見ることが。これも薄レレか。いいね。薄レレスタイリッシュだな、はい。そっちはレギュラーの厚さだね。これはレギュラーですね。はい。こっちもレギュラーサイズですけど。普通のさ、厚さのウクレレ見るとなんかすげえ分厚いなと思うようになってきちゃった。薄レレばっかり今持ってるから。まあ、たまに持つとね、普通のレギュラーのやつもいいですけどね、すごいほっこりしてて。そうですね。なるほど。はい。はい。こんな感じでございます。はい。じゃあ、もちろんデスクありがとうございました。どうしましょう。あとは、資材庫、ちょっと行ってみますか。見ます。さっと。ここにもちょっとありますけど、うん、これ全部ネックですね。ネック。まさかこれがネックになろうとは。これを持ってネックにしてあります。すごいな。なんかこれ削ってあるんですけど、角度も決まってるんですよ、ここの。ああ、そうだよね。そっか。への字っていうね。それって一本の木なんですか？これ一本です。おお、すごい。贅沢だな。ヒールの部分はここに接着しますけど。ブロックつけるけど、そうそうね。そのさ、はい、ギターとかやってる人詳しいけど、その角度がついてるじゃないですか。そこで結構いくんですよね、はい、一般的には。木を。そうです、そうです。で、スカーフジョイントとか言って、そう、いろいろあるんだけど、スカーフジョイント。一本の長いやつをひっくり返して斜めにつけるっていう。すごい、だからこれは贅沢なんですよ。この、ね、木の使い方、贅沢だよね。そうです、スカーフジョイントだと割れやすい継ぎ目がないので。うん、あと木を継ぎるから、ね。割れにくいですね。うん、いや、すごい。やっぱりさすが我らの G ラボ工房はいい。もうそういうところはもう無垢でいきますから、そこはね。はい。あと、こっちなんかフィンガーボードの材料ですね。指板？うん。指板っていうのはここですよ、皆さん。ここ。ここ。フレットがついてないから分かりづらいけどさ。そうですね。ついてないで分かりにくいです。ただの木でいいですからね。これはやっぱり硬い木なんだよね、はい。それね。黒い木っていうのはね。硬い木です。うん。はい。まあ、分かりやすく言うと、仏壇に使われてるようなね、黒炭みたいな種類だよね。そうですね。土屋の硬い木っていう。うんうんうん、こちら、セミオーダーで使われてるエボニーの。エボニー。高級木材です、ね、エボニーは。はい。いいね。セミオーダー。これは仕入れるの大変なんですけど、すごく。いや、ベトナムでもそうなのね、そうしたら。安定供給が難しいので、先も。入った時にしかないよっていう。なるほど。いや、その選ばれし木を使ってるわけだな。なるほどですね。はい。お、あ、さっきのとこ戻ってきたもんね。一回。はい。通り抜けてくる中もね。あ、そうです。これ今こっちから入って。ね、で、ずーっとこっちから抜けてきたって感じですかね。うん、で、今エアコン効いてないエリアに戻ってきたわけで。そうです、そうです。で、資材庫もエアコンは、効いてないので、基本的に。あ、そうなの？除湿はしてありますけど。あ、はいはいはい。あ、これすごいよ、みんな。これ段ボール箱じゃないからね、言っとくけど。段ボール箱に見えるでしょ？これ違うんですよ。ちょっと説明お願いします。これはこの板に、木をスライスした後にここで乾燥させてます。これがみんなのウクレレのさボディになってるわけだよ。そうですね。こっちがまあちょっと埃すごいですけど、うん、アカシアでこっちがタペリっていうトップに使われてる木、バックに使われてる。はいはい。それをやっぱり乾燥させないとやっぱりダメなんでしょ？そうです。だから一本ずつさ、ほら、よく見ると、なんか割り箸みたいなので、間に空気が入るようになってんだよね。そうですね。これが、いわゆる、乾燥。これも。シーズニングと呼ばれる乾燥を。シーズニング。いいね。はい。これ、三積みと呼ばれます。この木を挟んでやるのを。ああ。
これも、もうこんなこと言っちゃなんだけど、めんどくさい作業だね。まあ、住むのもめんどくさいですね、確かに。そうだよね。だって、僕の性格上、こういうのね、あんまり苦手なんだけど、多分、うちのハニーさん、こういうのなんか夢中になってやりそうだな。小杉さん、多分、すごい綺麗でしょうね。なんか、どのくらい乾燥させるんですか？だって。そうですね。最初に工場入った時に見てもらったでっかい木、ブロックの状態で、半年とか乾燥させた後に、結構時間かかる。ここで、まあ、早くても2ヶ月は乾燥させないと、ちょっと使い物にはならないですね。なるほど。深いなぁ。反らないように乾燥させるの大変じゃないんですか？と質問です。これ反らないように乾燥させる、やっぱこう、反っちゃう木もあるんですけど。なるほど、そうだね。うんうん。はい、それはさ、さっきもじゃくんが言ってたみたいに、その、はい、木目でその時の時代時代によって、乾燥したり、湿気があったりするからそうなっちゃうってことだよね。そうです、そうです、そうです。ただ、基本的に乾燥しても、木が反らないように、うんうん、このスライス、木目を気にしてスライスしてるので。なるほど。切り取るところからも技術は始まってるわけね。間違ってきちゃうと、もうまん丸になっちゃうんで。かつお節みたいになっちゃうわけだ。起こさないように、起こさないようなスライス、木目を気にしてスライスして乾燥してますね。ものすごい知識じゃないの、それ。もう。どうしたの、もじゃくん。すごいね。さすが、まあ、そういう、これやないとウクレレが作れないんですよ。素晴らしい。いや、そう。すごいなぁ。そうそう、楽器になってから反らないようにってことだね。本当そう。すごい、マジで。いや、これはすごいよ。いや、いっぱい置いたら、これもみんな乾燥させてるわけだ、ね、サイドの、サイドの、ね。そうですね。はい、うんうん。全部乾燥させてます。で、ここからちょっと塗装室に入ります。塗装室、これを持って工場がすごいんでしょ、塗装までやってるのはね。そうですね。結構ちゃんと。うんうん、で、塗装中は入室禁止になっちゃうので。うんうん、あ、そういうことか。はい、埃が一切入らないようにっていうことで。なるほど。じゃあ、ちょっとおとなしめに。はい。で、ここが今、その塗装をした後の乾燥ですね。うん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 。おお、いい色だ。こういう感じで。素晴らしい。これみんなレギュラーですけど、はい、こういう感じで。いいね。なってます。こっちの方にも少しありますけど、はい、ちょっと逆光だな。よいしょ、こっちからと。お、ちょっと裏からになっちゃいますけど。はい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 。こういう感じですね。なんかいいね。こう、塗装が、おごそかに行われている感じが。まあ、お化粧ですからね、言うたらね、最後のね。なんか、何層も塗るけどさ、はい。あ、今日、ベテランの塗装職人さんいらっしゃるんですか？今日、さっき磨いてた人です。あ、そうなんですか。ほら、はい、一生懸命。上田さんのブログのさ、ザ・ミッションに、そら、すごい、ベトナム一のさ、塗装職人さんがっていうストーリーがあったからさ、みんな見たいかな。はい。後で、ちょっと紹介してくださいよ。あ、はい、わかりました。これ今、ちょうど塗装する部屋ですね。はい、うわー、これ水がな、今、流れてないけど、こう流れるんだよね。これそうです、水流れて。うん、すごいな、これ。ちょっとさ、もうなんか、あれでしょう、僕も含めてだけど、これ見てくださってる人さ、こんなに大掛かりな工場だと思わんかったことない。これ、この機械がだってあるんだよ。すげえよね。はぁ、あ。ひゃー、すごい。へぇー。まあ、ここはだから、そう、塗装だから、もうね、もう神聖な場所でなかなか人が出入りしないように、埃が入ってこないようにするわけだよね。ホコリが入っちゃうと塗装にホコリが混ざっちゃって、ね、さっきペーパーでかけてたような人の作業の人が入ってきちゃうと、木の粉とかが塗装に入っちゃうから、厳密に立ち入り禁止にしておりますということだな。そうですね。はい。うん、完全にここ鍵かけちゃうので。うぃ、すごい。そうだよね。なんかひょいと入ってきてね、ホコリが入ってきちゃってるから、そうですね、すぐ近くでやってるからね。なるほど。あ、森森さんがね。
もっとね、オートメーション化してるのかと思ってたけど、もう原始人的なも作り方ですよ。だから一本一本だからね。あ、今、この職人さん、あの、機械で磨いてます。あ、この方がそうな、最初にあの、ネックジョイントを見せてくれた方だ。もうなんかやっぱり貫禄があるな。お任せできるようなこのなんて安心感いいですね。あ、森森さんがさ、すごいいいことをおっしゃってくれてるけど、これだけの工程を経て作ったウクレレがあの値段って考えると安いよね。やっぱり本当なんか本当俺も、ね、最近ね、すげえね、リーズナブルだなと思うようになってきています。すごいいいウクレレ、多分ね、日本でこのクオリティ買ったらね、15万ぐらいだと思うよ僕は。あの、いろんなウクレレ弾いてるけれども、だからすごいリーズナブルなんだよな、やっぱり。こういうふうに自画自賛ですけど、音がすごいので出ました。ああ、いいです、いいです。今僕がいい話で繋いどいたんで、はい。ありがとうございます。とんでもないです。あのね、今、森森さんも、はい、あの、チャット入れてくれたんだけど、これだけの工程で得たウクレレがあの値段とはって書いてあるけど、本当まあそういうことだよね。もうこんなオールハンドメイドでさ、この機械までね、はい、ゼロからさ、作ってて、考えてみたらすごいことだね、本当に。ギリギリでやってもらってます。まあね、そうだよね。いや、サラミさんもね、皆さんが技術に合う報酬であることをということですけど、本当それも願うけどね。だからそういうのって本当に、なんていうのかな、難しいところだけど、本当今はね、きっとバランスは良くなってると思いますね。はい。そう、まあみんな心配になるでしょう。これ見たら、あの値段でやっていけてるのかって心配になるけど、なかなか大変です。実はね。実はね、結構大変なんですよ。はい。あの大きいホースは何だって、あれ、囚人を取るやつかな、ホース。あ、これそうです。囚人機のホースです。うんうんうん。ほこりがあるところにこう、でっかい掃除機みたいなもんですよね。はい、そうですね。でっかい掃除機。あれ、これがでかい掃除機です。あ、これがそうなの。ひょーすごい。これそうです。へー。これ囚人機で、ね、ここに、今もう、粉いっぱいですね、多分。なるほど。まあ、そうか。でもさ、そういうのをさ、ゴミが出たゴミも捨てるのにも費用かかるだろうし、やっぱりすごいよな、ほんとね。いや、みんなさ、僕もそう思ってたけど、今、チャットがさ、これ、大丈夫なのかな、工事回るのかなとかさ、なんかさ、ウクレレの腕は悪いが、セミオーダー買おうかなとかさ、なんか、月70分9人ってすごいよね、とかさ、いや、本当になんかこれはね、どうにかして、やっぱり、なんていうのかな、いい感じで継続と、さらなる発展をしていきたいなって、もう本当にね、胸に誓うね、これは。僕もここまでは、なんていうのかな、よく知らなかった。みんなもこれ見ているみんな、きっと感動しちゃうと思うね。それ、もじゃくんが一人でさ、まあ一応デザインとか、まあしていってね、こう、チーム揃えて、スタッフ揃えて、まあ、上田社長と一緒にこう、二人三脚で金松さんとかとやったっていうのは、まあ本当にもう拍手だ。素晴らしい。素晴らしいです。僕なんかさ、こうやって来たものを引いてさ、いいとか悪いとか言うのが、まあ僕のね、まあ立ち位置だからね。でも、すごい頑張ってるから、いいってわけじゃなくて、やっぱりいいからいいわけですから、ここキーポイントですよ。みんなすごい大切に、頑張ってくれてるからいいんじゃなくて、やっぱり物がいいんだもん。じゃなかったら僕もここまでね、全身全霊でこのバズのウクレレすごいよとはやっぱ言いづらないもんね。やっぱ本当にいいからね。それはもう本当に素晴らしいと思う。本当に。ありがとうございます。素晴らしいな。いや、チャットもね、もう本当拍手喝采ですよ、みんな。見学会見たらなんかさらにこう愛おしくなるわ。本当。いやー、ありがたかった。これで一回り大体終わった感じですね。そうですね。はい。素晴らしい。もう合計1時間以上だよ。ありがとうございます。いやー、見てる人たちもこれ大満足だと思うね。これちょっとさ、やっぱり、ガズクラブのメンバーだけでちょっとね、とどめとくのもったいないから、ちょっと後で、もうちょっとしたら時間差でなんとかこう、ガズレレ YouTube でも見てもらった方がいいね。皆さんも、なんかその方がなんかこう、なんていうか嬉しいんじゃないかな。ぜひちょっと公開していこうと思います。皆さんちょっとそこはね、ご了承ください。今日一応ガズクラブメンバー限定ってことにしていたけれども、これはやっぱりちょっと世の中に知ってもらいたいな。うん、ちょっとそういう流れで行かせてもらおうかなと思います。いや、今日本当は暑いところ、本当スタッフの皆さんはな、もじゃくんと金松さんもありがとうございます。通訳の方は今日いないの？いますよ。あ、じゃあちょっとさ、セイハローぐらいしていただきましょうよ。その通訳の方も、やっぱり大切なスタッフだもん。
でもその通訳の方が何をやってるか分かんないと分かんないから、ネックだとか指板だとかそういうこともいろいろ、やっぱりね、言葉も勉強してくださってるんだろうしね。そうですね、はい、ウクレレのパーツから全部、工程の名前から全部、ね、覚えてくれましたね。いやー、だって、この工場以外のさ、外注に頼むことだってあるわけだから、そういうことにもね、知識はやっぱり、はい、うん。そう。で、やっぱりその、川上さんの要求は厳しいので、そうだ、外注さんに対しても。もらっては困るわけだもんね。あ、出てきた。はい。なんで、あ、これ通訳のお二人です。あ、お名前は？お名前は？ちゃんと申します。左の方がチャムさんです。チャムさん。はい、チャムさん、僕何回も会ったことあります。よろしくお願いします。で、あ、右の方は僕見たことないかな。はい。うん。会ったことないと思います。日本で行ったことあるって方か。はい、そうです。日本語がすごい喋れた。よろしくお願いします。今ね、たくさんの人がね、工場見学見てくださってますよ。はい。イェイイェイ。どうですか、はい、お仕事どうですか、お仕事どうですか、楽しいですか、大変ですけど、今はバーンってば、すぐ外を置きます。なるほど。ウクレレ弾いてますか？ウクレレ弾いてる？ウクレレ弾いてる？はい、最近はちょっと弾きました。あ、なちゃん、引き続き楽しんでね。よろしく、いろいろよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どうですか？もう一方は。もう一方、Bさんです。Bさん。ウクレレ弾いたことないけど、勉強しようと思ってます。イエーイ、行きましょう、はい、いいですね、はい、すごい日本語がもう上手で嬉しいな。なるほど。まあ、本当ね、いい感じでこういろんなウクレレを作り出していただいてね、まあ皆さんもね、それでこう、楽しい、時間が過ごしてくれたらいいなと思いますんでね、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。すいません、急にね、女性の方いきなりこう登場していただいて、なんか本当は申し訳ないっていう感じですけど、まあ皆さんもきっと見たいでしょうから、はい。はい。通訳の方もね、その作業する方も、本当引き続き、張り切っていこうぜみたいな感じで、よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。そう、サラメさんがいいところに気づいた T シャツの胸は川上ラボだよ。そう、川上ラボって書いてある。そうです。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、今日の、ツアーはこれで、まあ、一回りだね。ありがとうね。はいはい。もじゃくん、じゃあ、なんか最後に一言ちょっと喋りましょう。一番苦手なフリー。で、最後に。最後にですか？そうそう。ごめんなさいね。はい、いいですよ。まだ入っとく。ちょっと待ってください。中入ります。すいません。はい、次からね。はい。じゃあ。こっちは寒いっす。みんな、こっちは寒い寒いっつってんのに。いや、暑いんで。本当に今、本当おかげさまで、そうですね、まあ、きれい汚いとかいろいろあるんですけど、うん、工場の体をなして今、うんうん、うちのスタッフ一丸となって、一生懸命作ってますので、うんうん、これからも品質だったりとか、いろんなことをどんどん改善して、良くしていこうと、努力してますので、皆様に応援してもらえると、今後とも応援してもらえると嬉しいです。すごい、もじゃくんよく挨拶バッチリだったよ。でももじゃくんもそういう喋りも少しは上達したね。上達しましたかね。したと思うよ。最初はもっとなんか不器用感が出てたけど、まあまあまあいいじゃないですか。まあ職人さんだからね。やっぱりその一番輝いてほしいところは、やっぱりその楽器制作だから、やっぱりそこはもう、はい。まあ引き続きね、暑い中、健康に気をつけても、スタッフ一同様、よろしくお願いします。豊かにね、やっぱ、はい、楽しくね、ウクレレを生み出してもらえればな、というふうに思うんでね、いろいろ、大変なところも実はいろいろあったりもするけれども、まあまあ、なんとかこう、みんなに笑顔を届けられるように、こういういいウクレレで行きましょう。ありがとうございました。はい。金松さんもどうですか？なんかこう一言なんかいただけると。金松さんの方がちょっと一歩引いてみてますからね、ベトナムの
工場を。あ、今、俺に回ってきたみたいな、きっと顔してんだろうな。じゃあ、今のは予想してなかった。じゃあ、わかりました。まあ、皆さんいつもありがとうございます。やっと工場も結構、まあ、安定的に稼働できるようになって、いろいろと、これからは挑戦という形で課題は、うん、どんどんまだ出てきてる状態ではあるんですけど、もっともっと良くしていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。じゃあ、今日もうすげえ、もう1時間半ぐらいやっちゃってるから、もうそろそろね、もうあれだよ、みんなも時間がないでしょうから、もう、見て、今日ね、参加してくださった方もね、祭日の貴重な時間さ、ね、見てくださってありがとうございます。今日ね、まあ、ちょっと僕も楽しみにはしてたけど、予想より面白かったね。みんなとこうチャットでいろいろ聞けたのも面白かったですね。はい。で、これ見たらさ、みんなそれぞれの人、まあ、ガズレレのウクレレじゃなくても、なんかウクレレっていう楽器に愛着湧くかなと思うし、なんかいい動画になったんじゃないかなというふうに思いました。最高！ありがとうございます。ありがとうございました。またね、ちょっとこれ継続でまたやってもいいかもしれないし、まあ、いずれはさ、本当にリアルでさ、ベトナムツアー行きたいんで、またその時もまたやりましょう。はい。じゃあ今日はここまでで終了。いかがだったでしょうか。やっぱりすごい手がね、混んでるんですよ。このね、ちっちゃい一本にものすごく手間と愛と情熱がこうこもっていると言いますかですね。はい。そんな感じで、今もですね、ちょうど今、ガズレレのウクレレたち、予約と販売が再開されている期間でございます。この動画見てまたウクレレちょっといいな、興味あるなと思った方。はい。このわがままウクレレとか、初めてウクレレとか、ウスレレは、即販売で、あとガズモデルとか、ヴィンテージシリーズセミオーダーは予約ですけど、だいぶスパン早くなっております。この辺のことについてガズレレ公式ホームページでね、ご案内がありますので、ぜひ見ていただきたいんですけど、今日ね、そのお知らせっていうのは何が起こったかというとですね、実は、今映ってたこの3つの動画に分かれてたベトナムのね、Gラボ工場なんですけど、今ですね、なんと、移転しております。移転。これはびっくりするでしょう、皆さん。あんだけもうで作り上げたのに、今一回、あそこの工場を、丸々お引越しをして、新しい工場に移転しております。それにはですね、いろんなやっぱりね、ベトナムならではの事情があってですね、まあまあ、でもこれはパワーアップしているというふうに思って、いるんです。今まさにね、工場を内装を作ったりとかしているところで、多分、来月6月の上旬にはもうどんどん引っ越しみたいな作業に入っていくと思うんですけど、そんなのもね、いずれちょっと YouTube でも公開できたらいいなと思うんですけど、ぶっ飛びでしょ？あの工場もうなくなるんですよ。で、この3つも動画特集しておいて、面白いなと思ったわけですけど、そんなことで日々やっぱ動いております、皆さん。はい。そして重ね重ねですけど、はい、今度出るガズの新しい本、こちらの本の予約受付中でございます。これも大好評でございます。7月13日発売でございますんで、ぜひ皆さん予約していただけるとですね、ガズがめっちゃ喜びますんで、よろしくお願いします。ここにリンク貼っておきますね。はい。引き続きガズレレ YouTube チャンネル、今後もよろしくお願いいたします。楽しんで音楽やっていこう。じゃあね、バイバイ。